富士山が13年ぶりの速さで雪化粧です。甲府地方気象台から富士山の初冠雪の便りが届きました。今朝はよく晴れて、富士山頂の雪が山梨県側のふもとからはっきりと見られました。このため、甲府地方気象台は富士山の初冠雪を発表しました。平年より25日、去年より21日早い観測で、 9月上旬までに初関節が発表されるのは2008年以来13年ぶりのこととなります。今日は高気圧に覆われて、甲府では30度近くまで気温が上がる見込みです。富士山が綺麗に見える貴重な秋晴れとなりそうです。